アナンディーン・アマル1941年7月10日は、新末から人民共和国期にかけてのモンゴルの政治家。首相、人民省会議幹部会議長などを歴任した、トゥシェトアセブに生まれる。新長期は、地方管理、ボグドハーン政権期は役人として出始、出資、1923年に人民党に入党。 1923年から1928年にかけて外務、経済、内務各省の大臣や副首相を歴任した。1928年2月21日に首相に選出され、1930年4月27日まで務めた。1932年7月2日、国家元首に相当する人民省会議官部会議長に選出され、 1936年3月22日まで、勤めた後、再び首相に転出した。ソ連のヨシフ・スターリンは1937年以降、モンゴルの指導部に対する粛清に着手。スターリンの個人崇拝と大粛清に否定的だった、アマルも標的となり、1939年3月7日の、 党中央委員会幹部会会議において、人民省会議幹部会議長だったダンスランビレ議員、ドグソムと共に、反革命活動で告発され、それぞれの職を解任。その日のうちに党を追放され、内務省により逮捕された。1939年7月、アマルラの身柄はソ連内務人民委員部に引き渡され、モスクワに送られる。 1941年7月10日に日本のスパイとして死刑判決を受け、7月27日に重殺刑に処された。スターリン死去後に行われた1956年12月15日の最新の結果、アマルの容疑を裏付ける証拠はないとして無罪となった。そして処刑から21年後の1962年1月25日に名誉回復され、 1989年9月26日には、モンゴル人民党の党籍が回復された。ありがとうございます。